無双祖籍は、鎌倉時代末から、南北朝時代、室町時代初期にかけての臨済宗の禅僧、策定家、監視人、歌人。別名を撲突奏。尊称は七朝廷士。歌天皇旧世今後を称する。県人寺の無縁反乱に学んだ後、元の都来蔵の一山一縁門家の主座となったものの、因果に至らず、後上知事の高峰県美の法を継ぐ。 無双派の祖。五代醐天皇に、その才覚を見出されて、尊崇を受け、無双国師の国志望を可視された。以降、入滅後も含めると、計七度の国志望を授与され、後世には七朝廷史と称えられる。全風においては、純粋禅ではなく、日本の伝統的仏教である、天台宗や、神言宗とも神話性の高い折衷主義的な、試みを行った。 そのため、臨在前の主流派にこそなれなかったものの、幅広い層からの指示を受けた。例えば、五代醐に続き、武家である、室町幕府初代将軍の足利高氏、忠義兄弟からも数形された。初期室町幕府の実質的指導者である忠義との対話を記録した、無中文同州は、生と生の第一人者同士の対談として、思想史上重要である。 前奏としての業績のほか、前帝、枯山水の完成者として、世界史上最高の策定家の一人であり、天竜寺庭園と西宝寺庭園が、古都京都の文化財の一部として、世界遺産に登録されている。無双祖籍の前帝は、二条、吉本のレンが、カロニアゼアミの猿クと共に、詫び、サビ、有限として、以降の日本における美の基準を形成した。 五代五代の鎮魂のために建立された天竜寺の造営にあたっては、忠義との協議のもともとに天竜寺線を派遣して、その儲けによって造営費用を捻出するなど、商売人としての才覚もあった。さらに、五三文学の有力艦詩人であり、和歌においても直線和歌集に十一首が日集するなど、文学史上でも足跡を残している。無双祖籍の牧 別無工夫、無僧祖籍牧籍二行書若い師匠度この三毛修足一生成仏難論、自分や、賢治元年、一世国で誕生。歌天皇旧世今と伝えられ、また、母方は、平氏である。幼少時に出家し、母方の一族の争いで、開国に移住する。公安六年に、海市川省内の天台宗寺院平氏お寺に、入門して、 空話に指示し、新言宗や天台宗などを学ぶ。昭和五年に、奈良の東大寺で受戒する。しかし、永仁元年、天台宗の赤学である、明誠の自弱に立ち会ったが、構想が、死に望んで何も解かなかったことに、白学の明誠でさえ、仏法の体を得ることができなかったのではないか、と疑問を抱いたという。そして、密かに、 京下別伝を説く禅宗へ関心を寄せるようになったという。その後、京都県人寺の無印延藩に禅宗を学ぶ。無印からは、佐藤氏の法意名を暗名されたが、後法意名を祖籍に改名し、道号を無双と自称した。鎌倉へ赴き、永任3年10月に、東照寺の無および特選に学び、次に、県庁寺の足行同禅を教えを受け、 永仁四年からは、遠学時の桃慶徳悟に学んだが、桃慶の指示で、再び県庁寺に戻って、地道空将に指示。しかし、結局は帰郷して、前州における、最初の死である、県人寺の無因縁班に再び参じた。その後は、昭和元年八月に、元から虎の後鎌倉県庁寺に移った一山一康氏の下で、 主座を務めるも司法には及ばなかった。これは、日本語を介さない人山との間に、禅の細微まで理解することに困難を覚えたためという。加減元,元年に、鎌倉万寿寺の高峰県尾に禅宗を学び、最終的に、加減三年十月に至って、上知事で後方から因果を受けた。同加減三年には、甲斐巻の章の清い寺を創建。王朝元年春。 人里離れた山中を訪れ、辰山案を結び一時陰性する。左右して、昭和3年美濃国に古谷案、翌年に同地に観音堂を開いた。玄徳2年には、改修後の二階堂佐田藤に招かれ牧省内に、エリンジを創建し、鎌倉中期の都来前僧乱刑、道高以来になる会の狂気に勤めた。また、土佐国、旧皇案、相模国、 白泉庵、和佐国、大公庵、など、各地の寺庵に滞在している。昭中二年に、五代醐天皇の要望により上落。直眼前寺である、南禅寺の十字となる。翌1326年には職を実し、かつて鎌倉に自らが開いた、随仙寺に戻り会一覧亭を建てた。北条高時に招かれ、一世国で、 全能寺を開いた後に、鎌倉へ赴き、縁楽寺に滞在。高時や北条貞明からの信仰を得る。1330年には会に、エリン寺を開き、再び随仙寺に戻った1333年に、鎌倉幕府が滅亡すると、兼務の申請を開始した、五代醐天皇に招かれて臨戦寺の解散を行った。 この時の直視役が、足利武氏であり、以後、高氏も、祖籍を死と仰いだ。同年10月に、五代醐天皇の聖妃である、皇太后醍醐宮、西恩寺義子が奉行すると、五代醐の願いで、しばらく宮中に泊まり、義子の27日供養を担当した。翌年には再び南禅寺の住職となる。堅務2年に、五代五天皇から、 無双国史の国志号を授けられた。後、県務の乱に勝利した、足利高氏や弟の足利忠義らは北朝を擁立して、京都室町に武家政権を樹立した。延元四年、略王二年に、幕府の重臣である摂津親衆に壊れ、裁放寺の中高解散を行う。祖籍は、足利家の内紛である官能の上乱では、 双方の朝廷も行い、この間に来た朝方の公家や武士が、多数、祖籍に帰した。五代醐天皇の死後、祖籍の進めで性的であった高氏は天皇らの、母代を弔うため、全国に安国寺を建立し、李正党を設置した。また、京都佐賀のに天竜寺を建立し、その解散となった。この建設資金調達のため1342年に、 天竜寺船の派遣を検索し、高氏は資金を得ることができた。生涯に、数多くの弟子を持ち、規模の面から言えば、当時の五三中最大の派閥だった。代表的な弟子に無極資源、春奥明派、竜、住田天根沢、青山寺衛、特捜、周達区、義堂修身、曇り吉金を、絶海中津、無休、修身、法外公園、 不戦法女、木を耐え替え、古典宗受け、みなかなか、対、木安宗悟壁端宗隆、古典明会、鉄修徳ずらがいる。生前に、無双国師、小学国師、心宗国師、死後に、広沈み、有国師、玄優国師、仏東国師、大園国師と七度に渡り国師号を、歴代天皇から賜物組みされ、七朝の帝止あるいは、 7朝廷史と称される。昌平6年、官能2年9月30日に入滅、去年数へ77歳。天竜寺庭園裁縫寺庭園世界遺産に登録されている京都の裁縫寺及び天竜寺のほか、随仙寺などの庭園の設計でも知られている。作風は、自然の眺望、景観を生かしつつ、石組みなどによって、 境地を重んじる禅の本質を表現しようとしたもので、ある。無中問道集の第57、仏法と予報の項では、祖籍の庭園に関する考えが述べられている。著作に、足利忠義との対談を記録した、金宝語である、無中問道集など。また、高宇治らの人物を書いた文章も残している。元の虎井像である一山一年の文下からは、 古漢試練を筆頭として、数多くの五三文学の逸材が出たが、武装祖籍もまたその一人に数えられる。和歌にも優れた才能を持ち、風画和歌集以降の直線和歌集に十一種が密集している。小泉役も、階段の食人記では、ガキ道に落ちた僧侶の魂を救う役として登場する。佐々木明の主張によれば、武装祖籍は、 佐々木よりつの兄、携帯の孫であるという、ありがとうございます。